かつてここに空き家同然の家が立ち並んでいたと誰が想像できるだろう。道路沿いにずらりと並ぶ真新しい一軒家。建て替え前、築40年の誰も住まない実家を家主はどうしたらいいか分からず放置していた。しかしある男が、この場所はまだ生きていると命を吹き込んだ。アパートでもマンションでもない一戸建ての賃貸物件。完成後、あっという間に満室となった。家をよみがえらせたのがこの男。ここは平屋の古い賃貸があって、でこんなにこう削っ駐車場を取るために今回削って作り変えてるんで、結構大掛かりでしたね。土地活用プランナー大林悟。空き家同然の家や土地を活用して全国に旋風を巻き起こす。その手腕は年間30棟以上の家を建て、建物を変え、町まで変える。建築屋じゃないので、本当にこう困ってる大家さんをこうお手伝いするっていうやり方がメインなんで、古くなっちゃってて家賃は下がっちゃってて空きが多くなっちゃってて、空いちゃってもう長い期間決まんないと。だけど人はいなくなってるけど建て替えていいのかなっていうご心配してる方多いんですね。今自分たちの実家やアパートを持て余し、空き家同然に放置している人々が急増している。だんだんガタが来てる屋敷だから、もうさすがにどうにかしなきゃいけないな。もし自分たちだけだったらこういう風なのは考えつかない。大林さんすごいね。今回でもう立たないってなったら、もうそれはもう諦めようと。悩めるオーナーたちが頼り、絶大な信頼を寄せる男。放置された空き家を救う救世主、大林悟に密着した。東京世田谷の桜新町。ファミリー層から若者まで住みたい街として高い人気を誇る。そこに大林の姿があった。静かなところですね。いいところですよね。すごく駅前もいろんなのがあるから、住んでみたいなって思っちゃったぐらい。モナさん来てる。おはようございます。で、エイブルだと、この家のオーナー田島さん親子と事故ってるか事故ってるか。大林が手掛けているのはこの家の建て替えだ。築40年の2階建て。10年前、母が亡くなって田島さんが相続した。しばらくは人に貸し、やがて入居もつかなくなって空き家状態になった。じゃ鉄骨なのね。一応軽量鉄骨。軽量鉄骨なのね。でも台所のこの上げ蓋から見たら、目台なんかは、ね、木でした。はい、失礼します。
それから廊下広いから遊ぶのにいいんですって。いいね、うん、大林が真っ先に行うのはその建物の状態を確認すること。え、大林さんここで育ったの？10歳から育ちました。 10歳から、うん、だから母の思うように建てた家だから、うん、普通に住むには住みづらいから住みづらいからね、うんうん、一緒に住もうかっていう話されたらノーだった。うん、ノーだった、うん、昔ながらの日本家屋、使いにくい間取りや日当たりの悪さなどを理由に親から独立した後はこの家に住むことを断ってきた。そして建て替える一番の理由がこちら。ここの端っこ、ほら、そこの端、隙間が入っちゃってて、見た目云々じゃなくてここが一番ネックなんですよ。この傾いちゃってるっていうのは、それがあってちょっと。もう次貸すにはもう土台から全部、うん、また大きい地震が起こると同じこと起こっちゃってもっと沈んじゃうだろうっていうことで、うん、だんだんガタが来てる屋敷だからもうさすがにどうにかしなきゃいけないなって思って、うん、思い切って売却するか、それとも家をリフォームし賃貸物件として活用するか、親子で悩んだがなかなか答えを出すことができなかった。自分の代でなかなか売るっていうのには抵抗があって、でそれに売る代わりの提案っていうのがものすごくいいのがあったんで、それで大林さんに全部お願い、あのお家拝借しながら、そこで大林が提案したのは建物を取り壊して新築アパートに建て替えをするというものだ。それは大林がこの土地の利便性に注目したから。渋谷から電車で10分の桜新町、都心からのアクセスも良く駅前には店が並ぶ。最近は子育てサポート施設も増えて若い家族からも注目を集めている。めちゃくちゃあると思いますよ。住んでみたいと思ったもん、見に来た時本当に駅近いし買い物は便利だし、窓際に立つとやっぱちょっと道路が見下ろす感じ。アパートへの建て替え、その提案に田島さん親子はちょっとこう窓の上が出ちゃうんですよね。まあ、一回手放したら多分ここは手入らないよってずっと言われてたんで、じゃあ有効活用、あるものを有効活用してこの土地で建てれるものを作って人に貸して、一回建て直せば今後何十年がメンテとかの考えなくて済むじゃないですか。建て替えを決断すると計画は急ピッチで進んでいった。今日はアパート通路部分の打ち合わせ。ここまでが外壁のところ。そう、建物壁。だまあ頻繁に通ろうと思うとちょっと狭いかもしれませんけど。何か砂利した方がいいべ。あ、そうですね、砂利にします。防犯の歩くと落とせるやつ。ちょっとコンクリじゃなくて砂利？防御シートっていうか草生えないやつをやって、で上から砂利。うん、でも出てきちゃうけどね。細かな部分までこだわる。そして大林が建て替えプランで最も思案したのが部屋数だった。相場全部調べて、地域調べて、単身がめちゃくちゃ多いと。だったら学生さん街だからね。じゃあ一回6所帯ってなってこうやってたんだけど。当初は学生ニーズに合わせてワンルームの間取りで6世帯を提案した。だがすぐに大林は間取りを 1LDK に広げて4世帯に変えて提案し直した。4世帯の方がね、まあ、高級層のお家賃が高く取れちゃうんだよね今回ね。普通世帯数が多い方が家賃が取れるいっぱいあるからいいんだけど、
あの 1L の方が家賃が、まあ、結構いい値段になるので、収支は 1L の4つの方が良かった。周辺にはすでに単身者用のアパートが立ち並ぶ。差別化を図り、これから確実に増えるファミリー層に狙いを定めたのだ。娘が会社に行くためにここに越すとするならばっていう時に、ワンルームじゃちょっとやっぱり、ね、狭いし、あの住みたいなと思わないから、やっぱりちょっともうちょっと広めにして住みたいっていう方を取りたいっつって、ご自身も納得して住みたいと思えるようなもの。そうやっぱりお金借りるのは私だから、だからあんまり勝負賞のところで手を打ちたくないし、うん、今年の夏には取り壊しが始まり、秋には新しいアパートが完成するという。田島さんにとって大林は頼れるビジネスパートナーだ。最後まで聞いてくれるっていうか、くださるとこでしょうね、こっちの思いを、うん、先走らない、うん、その辺が一番ありがたいです。だから全ては大林様様なんですよ今回お得なの、うん、今日本中で問題になっている空き家問題。総務省が2018年に発表した土地統計調査によると、日本の空き家は848万9000戸、全国で 13.6% が空き家という過去最高を記録。その数はこの30年間で20倍以上に増加していることになる。少子高齢化によって総世帯数の減少が続く。子供が独立して親だけが住んでいた実家は、誰も引き継ぐ予定がなければやがて空き家となっていく。空き家が放置されると倒壊や崩壊、ゴミの不法投棄、放火などによる火災発生が起こったり、最悪の場合犯罪に巻き込まれることも。大林はそんな空き家問題に取り組み、行き場を失った実家の活用をコンサルティングする。そして年間30棟以上の賃貸物件を建ててきた。しかもその建物はアパートやマンションだけではない。国土交通省さん の土地白書っていうデータ毎年出てるんですけど、それで見てると、あの日本の人ってあの7割以上は戸建てに住みたいと。ただ実態に市場では 2.4% しかいない。家を借りたい人の7割が一戸建てを希望だが、物件は全く足りていない。そこで大林は放置された土地や空き家を活用して、ずらーっとこの辺をちょっと 南フランス風にしました。はい、デザイン的におしゃれにしとくというところですね。まるで童話のような世界が広がる。これらはすべて一戸建ての賃貸住宅。他とは違うものを作って差別化を図るのが大林流仕事のツボだ。外見もそうなんですけど、イケメンにしないと、賃貸ですからね、 お問い合わせしていいわって思ってもらえるように作ってるんで、見てもらうとびっくりするぐらいいいと思うんで。それでは大林が建てた家を見てみよう。こちらはハリーポッターの世界観をイメージした外観の家。こちらの家の特徴は屋上。他にはないデザイン性が人気となり、
借り手が引く手あまたなのだ。そのこだわりは細部にまで趣向を凝らし、まるでリゾート地にいるかのよう。さらに住みやすさも追求した戸建て賃貸は入居者募集とともにあっという間に満室となる。実際にこう年間30棟ぐらいこう毎年建ててるんですけど、まあ、大体もうすぐ決まる、空いちゃって困ってるっていうのはないですね。エーブル港北センター南店、10年前から戸建ての賃貸住宅を作り始めた大林。その噂を聞いて実家の建て替えをしたオーナーがいる、田中さんご夫妻。あ、どうぞお座りください。よろしくお願いします。こちらが建て替え前の築50年の家。かつて妻の吉子さんの両親が暮らしていたが、相続後はリフォームをして人に貸していた。しかし老朽化が進むと借り手がいないまま空き家同然に放置されてきた。リフォームっていうか、なんか風呂を変えたり、はい、そういうお金が随分かかってかかりますよね。でも全体的に古いね。でも次から次へと悪いところが出てきて、税金や修繕費がかさむお荷物となっていた実家の存在だが、そう簡単には取り壊せなかったという。あそこに行けばなんか父と母を思い出せるような場所があるような感じもあったんですね。だけどどこで線をっていうところだったんですよ。そこで大林は立地の良さを考え、斬新なプランを提案。建て替え前は戸建てが一棟。そこに完成したのはおしゃれな北米スタイルの戸建てが二棟。ラップサイディングを取り入れた外壁に幅の細い板を丁寧に重ね張りして仕上げる工法で、今国内でも人気のスタイルだ。一棟だった家を二棟に分けるという大胆なアイデアだ。それが最終的に吉子さんに建て替えの決断をさせた。ご子息さんもいらっしゃるので、こう分けやすくなるような提案で、ご子息さんが住んでもいいし貸してもいいし、引き継がれるにもちょうどいいなということでご提案させていただいて、二人のお子さんにその土地を残し、家族の原点も紡いでいってほしいと考えたのだ。何もなくなったわけじゃなくて、新しいお家として生まれ変わったわけですから、うん、気持ちよくなりました気持ちよくなりました。すっきりしました。すっきりして前向きに前向きよかったと思いますね。では借り主は戸建て賃貸をどう感じているのか。6年前にアメリカから帰国したこちらの家族、これまでずっとこの家で暮らしてきた。うちはアメリカから大きな犬を持って帰ってきてるんで、できればまあ広いリビングルームであったり、引っ越してきた頃はまだ息子が中学生だったんで、庭があって植木とかも植えられてっていう環境が良かったんですね。10年15年ってなればそのまま買い取らせていただけるってことになればありですね。かなりとてもいいと思います。将来的には借り主に売却もできる。それはアパートにはない一戸建て賃貸ならではのメリットだ。大林の元には常に難題が持ち込まれる。
オーナーの水島さんも大林を頼ってきた一人だ。こちらですか？こ、現場ここ。駅から徒歩3分の高立地な場所。もともとは叔母の家が建っていたが、自ら買い取り戸建て賃貸に建て替えを行っていた。その親族間のその相続の問題が、あのオーナーさんちょっと苦労してたので、まあ、お手伝いできるかなと思いまして、まあ、やれだけやってみようかなと。水路も入っててちょっと特殊なお土地だったんで、はい、大正時代に建てられた一軒家、その敷地からは埋められた井戸が見つかった。賃貸物件として登録するためには煩雑な役所の手続きが必要だった。大林のアドバイスで無事に解決。しかしもう一つ、水島さんには越えなければならない壁があった。築100年を超す家の扉を開けると、そこには大量の荷物やゴミが眠っていたのだ。一回それぞれの家族全員で集結して、まずは見て、ゴミも自分たちでやったら安く済むよねっていうことで、みんなでやったんですけれども、量がすごかったので一回でみんな心折れまして。そこで大林が提案したのは、ゴミの回収と家の解体を同じ業者に依頼する。一般にそれらの作業は別々の業者に依頼するケースがほとんどだが、その分コストもかかる。そこでこれらを一つの業者に依頼すれば、家の中に残された荷物と解体で出た廃材を同時に処理できる。その結果コストを下げることができるというのだ。こうした業者を探し出すのも大林の手腕の一つ。あ、どうぞ。すいません。水島さんの家のゴミ処理と解体を行った秋山さん、この日作業を終えてあるものを手渡した。家を解体するまでの工程を写真に収め、冊子を作ったのだ。これちょうど仏壇のところとか、仏壇大変だったじゃないですか。あとなんか戦争当時のヘルメットとか。あ、そうなんです。戦争当時ですか。お宝があったんですね。お宝もあって、はい、全部しっかり出して仕分けして、できる限り、まあ、事業員が分別してゴミを出すようにすれば、まあ、お値段の方も下げられますので、ね、これ僕の母の実家なので、やっぱり幼い頃ってね、何回も行って泊まったり、おばさんたちがいたりしてっていうのがあった、その形がこう残るっていうのはいいですよね、やっぱね、うん、ありがとうございました。失礼します。数々の難題を解決し、ようやく着工にこぎつけた。新しい家は今年の夏に完成し、秋頃に入居者の募集を始める予定だ。ここにも苦労の末建て替えた住宅がある。ここはですね、当時道路の問題、雪道の問題、建築に関する問題があって、建てらなくて、何社も大手メーカーさんがダメで、で私ご紹介いただいて設計士さんとタッグを組んでこれ完成したと。600坪の敷地、以前はここにオーナー家族が暮らすため
増築を繰り返した平屋があった。そして莫大な税金対策のために建て替えを決意。そこにだけ新しい町が誕生したかのようなオフホワイトのテラスハウス12戸が連なる。木造2階建て、全戸ペット可能な物件。テラスハウスの横にはオーナーの自宅を建て替えた。あおちゃん、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。どうも。親から娘へ土地を引き継ぐには賃貸経営を選択せざるを得なかった。だが大林が工事を始めるまでには実に4年という時間を費やした。当初オーナーの元には複数のハウスメーカーから提案が来ていた。大手さんですけどやりませんかっていうことで話来るんですけど、結局調べてみるとちょっとあの道路の接道の問題でちょっと無理ですとかっていうところが多かったですね。特殊な形状をした土地のため建築基準に合ったプランができず各社が断念していた。父もからの相続したんですけど、その父も多分やりたかったんだけどできなかったのはこのせいだと思ってそれでどうしようかってご相談した。できないってその時は聞いてなかったから、あすぐパッパって行けんだろうっていう感覚でいたんで、たらもうすごいことで、今回でもう立たないってなったらもうそれはもう諦めようと思ってました、うん、売却してどっか行っちゃうかなっていうふうな心づまりでもありました、ね、ありましたよ、行きましたよね、お前さんね、その時ね、ちょっと追い詰められてましたね。この場所を娘に残したいという父の思いに大林は何としても答えようとこの土地を徹底的に調べ上げ、役所に何度も足を運び、ついに建築許可を取得したのだ。誰もがサジを投げたこの土地に大林は息を吹き込んだ。時には大胆なアイデアで、自分たちだけだったらこういう風なのは考えつかない。大林さんのプランだと普通のアパートではなくて、ある程度こう赤い内で目立ったりとかっていうので、しかもこう屋上をつけるっていう付加価値をつけてくれてるので、まだネットに載せて立ってない時にすでに申し込みで満室っていう状態だったんですよ。大林さんすごいね。オーナーたちの心をつかむ。これからもよろしくお願いします。いろんなお知恵くださってて、乗りたいって思う、うん、その雰囲気が出来上がったからお願いしますだから全ては大林様々なんですよそんな大林の仕事のツボとは、うん、喜んでもらえるんだよね。お部屋紹介して賃貸のね、若い頃は紹介してもらって喜んでもらう。お客さんか住む人がね、あとはオーナーさんもすごく喜んでくれるの。大変なこともあるけど、そこが一番かな。最後に大林にこんな質問をしてみた。あなたにとって理想の家とは。早く帰りたいお家、あったかいお家で早く帰りたいっていうコンセプトでは考えてます。やっぱり幸せでねいてもらわないとね。住む人、貸す人の笑顔のために、大林の仕事は今日も一歩ずつ確実に前へと進んでいく。